So that tour went for like 120 shows, and this tour is about 151 shows. So even 3 years later, I'm still going to more places, places I've never been. Every time I decide to go on tour, I try and go to a new area, somewhere I've never been, because I still feel like there are people to see and play to and that have never seen me, and audiences to win over. So like coming up for our last leg for the Prismatic World Tour, we...付き合っていた当時、彼が好きで好きで仕方がなかった私。ことあるごとに彼に、私のこと好き？本当に好き？と聞いていたほど。今思えば、かなりうざい女だったんだなと反省。大学に進学する3月のことです。彼は東京の大学に行くことが決まり、頭の中では分かりながらも、彼を見るたびに泣きじゃくっていました。離れ離れになるのが悲しくて、寂しくて、毎日のように泣いていたんです。そして、引っ越しの当日。その日は私も大学の説明会で、どうしても手伝いに行けず、すると、その日の夕方に、携帯がブルブルと鳴った。彼からだ。携帯のメールボックスを開く。普段から忘れっぽい彼。また忘れ物かと思う反面、がらりとした彼の部屋を見ると、もうすぐには会えなくなるんだなと実感が湧いてきて、涙が溢れ出してきた私。忘れ物があるクローゼットの扉を開けると、一枚の手紙が入っていました。その手紙は今も大切に保管してあります。突然の手紙ごめんね。面と向かって言うのが恥ずかしかったから手紙を書きました。離れ離れになると思うと、初めて出会った時のこと、付き合い出した時のことを思い出すね。離れても好きな気持ちは変わらないよ。必ず迎えに行くから。大好きだよ、ハヤト。Please repeat after me. 離れ離れになると思うと、初めて出会った時のこと、付き合い出した時のことを思い出すね。離れても好きな気持ちは変わらないよ。必ず迎えに行くから。大好きだよ、ハヤトより。